ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回はありえない史朝鮮シリーズ、清潔な文化が汚れたのは日本のせいです。それではタイムスリップ。ちょっと驚いたんだけど、慶国、李氏朝鮮時代は、とっても清潔な文化で、性奴隷的な文化を持ち込んだのは、日本だという風潮があるみたい。これは、自国の歴史を知らなさすぎよ。マジで。慶国は、ありのままの過去史ではなく、そうあって欲しかった過去史になってて勘弁してほしいんやけど。これは、もちろん嘘で、清潔なんてとんでもない。きちんと汚れてます。キーセンと呼ばれる職業の女性が李氏朝鮮では存在していました。彼女らは、もちろん、女卑と呼ばれる奴隷身分で、職業、家族を持つ自由はありません。家畜の牛や馬と同じ扱いで、地上での売買が可能な存在だったのね。で、彼女らの仕事というのは、日本の芸者に似ており、歌や舞を披露することだったが、日本の芸者と異なるのは、西方士も主な仕事としていたことね。1894年の日本指導による近代化政策で法的には廃止されたんだけど、民間の貴船ハウスとして、現在もそれをルーツとする宿屋があるみたいだけど、この貴船という存在なんだけど結構歴史は古く、1000年間、常に2万から3万人の貴船はいたとされているんだよね。1392年に李氏朝鮮が成立するんだけど、1410年に、一度、貴船廃止論が起こったみたいなんだけど、これを廃止すると、管理、役人が、一般家庭の娘に危害を加えるという理由から廃案になってんのよね。なので、貴船の役割の根本ってそこなんだよね。貴船にもいろいろ種類があって、空中に使える旅館の役割も担った貴船もあり、それは艦旗と呼ばれていたみたい。彼女らは、立場上、一般的なる主張船の女性とは違い、教養を身につけることができたようね。教養、舞などを教える貴船学校もあったみたい。それに、この貴船は、今後として、宗主国である、歴代通学王朝へ輸出もされていた。1507年、日本にも送ったらしいよ。誰よ。もらったの。まあ、このように貴船は政治利用されていたみたいね。今は、別の存在が政治利用されているけど、こういった存在を外交カードにするのは伝統だったかもね。通常李氏朝鮮の女性というのは、7歳から、父親によって家に監禁され、外出が一切できなくなる。男性との接触は兄弟と親のみ。もちろん、女性は、教養など必要な人されていた。それに、外出も、夜22時から2時間限定。それも、既婚女性は、夫の許可必須となっている。もちろん、外部から顔が見れないよう、細心の注意を払わなければならないわけよ。それに、家の構造も、女性と男性と完全に分離されており、女性の生活スペースに立ち入ることは、できなかった。仮に、犯罪者を、女性が生活スペースにかくまったとしよう。警察関係者でさえ、やはり、その女性の生活スペースに入ることはできず、その犯人が出てくるのを待つ以外なかったみたい。それほど厳格なルールがあったのよね。はっきり言って地獄だったと思うんだけど、当時の李氏朝鮮の女性はそれを大事にされていると受け取っていたみたいね。で、貴船の女性はというと、全く扱いが違う。彼女らは外出が自由で、特に顔を隠すと言ったこともなかったよ。その代わり、絶対に結婚はできない。40代ともなれば、文字通り、野垂れ死ぬ以外選択肢はなかったみたい。李氏朝鮮の貴船に関しては、クリチウーマンのようなシンデレラストーリーは起こり得ない存在だったのだ。どうだった?歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や、面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまた。